クオーレ・エドモンド・デ・アミーチス。クオーレは、イタリア王国のエドモンド・デ・アミーチスによって1886年に書かれた小説。クオーレとも、アミーチスの代表作で、日本では、世界名作劇場シリーズのアニメ、母を訪ねて三千里の原作として知られるようになった。またそれ以外に、愛の学校クオーレ物語としてもアニメ化されたことがある。 1861年に成立した統一イタリアで書かれた本で子供向けに愛国心を説くための本として広く読まれた。小学3年10歳のエンリーコ少年が新学期の10月から翌年7月までの学校での1学年を過ごした日記が書かれている。舞台となるこの小学校はトリノにある。先生のお話として各月にパドァ、フィレンツェ、 ジェノバなどの少年の物語が挿入されている。その中の一つ、5月のダリリア・ペンリにある案では、日本語で、母を訪ねて三千里などの題名で独立した物語としても愛読される。翻訳によっては、毎月のお話とも、多くの場合、講話日の少し前には、各月ごとの交代で生徒に内容を聖書させている。クオレに見る愛国心の教育論的考察。 母を訪ねて三千里、神田道子、元東洋大学学長、東洋大学名誉教授、独立行政法人国立女性教育会館、客員研究員。ありがとうございます。